今日の朝食も失敗してしまいました。シチュー以外も早く上手になりたいです。どちら様で？失礼、私フォージャー先生の職場の同僚でフィオナ・フロストと申します。先日お子さんがいらした時にこれを忘れていったので届けに来たのです。どうぞ。どうも。わあ、綺麗な方ですね。不倫相手が来たとでも思ってるが、この女なかなかに隙のない身のこなし。とはいえ直接手を下しては処理スクが高すぎる。ええ、アーニャさんはいつも元気いっぱいです。いろいろと大変でしょう。子育てにうんざりしませんか？元気がないとどうしていいかわからなくて困っちゃいますが、アーニャさんといるのはとっても楽しいです。あなたは己の未熟さを自覚すべきよ。この作戦にはふさわしくない。アーニャ帰還。ボフ。アーニャさんの忘れ物を届けに来てくださったんです。アーニャの娘亀。次の出勤の時でよかったのに。いえ、買い物のついでですし。そうなんですね。買ってこようかしら。かぼちゃとパスタも安かったですよ。お姉さん、父と仲悪い？もしかして悪者スパイ？顔も怖い。君は洗濯もできるし、料理もうまいし、最高だな。そんな。あと、次の任務に必要な潜入先の敵の武装。世界平和のためには君と結婚するよ、トモリ君。私の方が絶対奥さん役に適任なのに。任務の面でも家庭の面でも超絶サポートしてみせるのに。